ケース。はい、というわけで皆さんね、本日のホークス、VS ロッテ、佐々木朗希が相手ということで、どうなったかと言いますと、小田さんの勝利。いやー、よく勝ったよ。本当に。もう途中マジで諦めムード漂ってましたからね。もう開幕戦以来じゃないですかね。もう劇的な逆転勝ちという形になりました、ホークス。で、まずホークスの先発は千賀滉大というね。もう千賀滉大バーサス佐々木朗希。ドエリエカーズや。これはね、もう激アツの、もう1安打すら滅多に出ない、究極の当選になるかと思いきや、なんかホークスいきなり初回から3安打だったんですよね。まあ点は入らなかったんですけど。あれ？意外と打てるもんなんすかなって思ってたら、その後千賀さんポコポコ2安打打たれて、なんか初回だけでね、両チーム合わせて5安打打ってたんですよ。ん？ん？今日の試合ね、千賀滉大、佐々木朗希、この2人が投げてる割にはまあ意外と点が入った方でした。いや、まず先制したのはホークス。ワンアウトランナー2塁だったかな。まあ、ここで1本出ればというところで、8番今宮絶好調。ライトの頭こず、タイムリーツベース。いやー、これはセンス生まれ持ってますわ。あ、ちょうど貴重だね。言ってももぎ取りましょうと。ようやっとる。で、あとは大エース、千賀滉大さんがね。まあ、取りしつくなくとも7、8回ぐらいまでは、ゼロで抑えてくれるでしょうと。あれ、今日これいけんじゃねと思ってたら、5回裏山口選手にポーンと三塁線破る、タイムリーツーベース。で、その後ランナー2、3塁になって、5番菅野選手が2点タイムリー。1対3、逆転。ボンってなったんですよね。まあもう、佐々木朗希から育てても取れるわけないんでね、もう抑えてほしかったなっていうところだったんですよ。で、結局、佐々木朗希くん、6回失って、11奪三振。まあ、やりたい放題やられてね、結局ね。まあ、結構ヒット出たんですけどね。まあ、相変わらず点は取れませんよと。そのまま、9回まで来てしまいました。増田選手出てきました。うわぁ。もう、かなり重い空気漂ってたんですけど、なんか林が振り逃げで出たんですよね。塁で。で、まあ、その振り逃げ、ちょっと、リプレイ映像で見逃してみると、まあ、多分バット当たってますね、これ。ちょっとで、まあ、だいぶ誤審だったんですけど、ぶっちゃけ。まあ、なんか林がとりあえず振り逃げ、塁出ましたよと。で、その後、9番甲斐キャノンに代わって、代打、中谷選手。ツーランドーン！しゃー！まあ、その前の林の件があるから、僕個人的にはちょっと喜びづらかったんですけどね。まあ、悪いのは、まあ、球審さんということで、まあ、批判とかね、まあ、全部球審さんにお願いしたいんですけど、もう、中谷班。もう、まさひろさんも、あんたすごいよ、もう。一番打ってほしい場面でね、見事な大仕事やってのけてくれました。ホークス移籍第1号が、9回表代打同点ツーランですよ。すごすぎ。やはりね。あの、甲子園本拠地にして20発打っただけのことありますね。中谷選手。本当にホークスを救ってくれました。ありがとう。で、その後は延長11回、ジュリ様の神の一撃、セカンドの後ろにポトリと落とすタイムリーと、まさかの中村選手のワイルドピッチにね、2点をもぎ取って、最後はもいもいもいと、いうことでね、ホークス4連勝という。ありがとうございました。おはようございます。普通にすごいぜ、これ。もう今週ね、山本由伸、宮城、佐々木朗希が出てくる。まあ、地獄ウィークだなんだと噂されてたわけですよ。それでここまで4試合で、4連勝。いや、強いわ。素晴らしい。いや、これはね、もう4連勝もしてるんですから、さぞかし1位楽天ともね、差が縮まってるかと思ったら、縮まってないかい！あのさ、楽天勝ちすぎやってマジで。ほんと。やりすぎ。また西川春樹が同点だったらしいじゃないですか。お、春樹！もう、春樹さん、勘弁してくださいよ、マジで。機能しすぎっしょ、あの人。俺で楽天8連勝らしいっす。うちが4連勝でキャッキャ喜んでたら、あの人たち、その倍連勝しました。ほんと、ね、意味がわかんないです。ほんとに勘弁してほしい。いやー、ちょっとね、明日あさって、なんとか、オリックスさん2連勝してもらって、ホークスも明日あさって2連勝してね、なんとかゲーム差縮めていきたいところですね。もう誰か楽天止めてくれ、マジで。まあ、とりあえず劇的な勝利なんか借りないんでね。まあ、この流れに乗って、楽天に負けじと、ホークスもどんどん連勝街道突き進んでいきましょう。そのためにもね、引き続き、我々熱く一緒に応援していきましょう。明日はもちろん、昼2時ぐらいからライブ配信させていただくので、よかったらまた次遊びに行ってください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうぞ。さよう。